こんにちはポーコチン TV でーす。というわけで始まりました、デック紹介最終章でございます。こちらはですね、大学生マジシャン YouTuber の松田くんから買い取りましたデック紹介のコーナーで、残すところあと2つという風になりました。で、この2つがね、おそらく人気のあるものなのではないかと思います。こっちがね、スマイルちゃんで、こっちがね、ブラックちゃんでございます。どっちから行きましょう。じゃあスマイルからね、行きましょう。おそらく今回買い取った中でも一番高いものなのではないかと思います。おそらくね。で、こちらがですね、フォンテインチャイナタウン、トランプ好きの中で大人気のフォンテインカード、フォンテインシリーズの最新作です。カーディストとして有名で大人気のザック・ミュラー氏のデックです。薄くて柔らかいのが特徴です。これまた、腱鞘炎の方でも扱いやすいと思います。参考価格が3000円から3500円。もう、ラッスンゴレライ状態ですわ。はい、というわけですね。めっちゃ高い。なんでこう、ただスマイルなのになんでこんな高いの？スマイルデックで初めて見てましたね。ザック・ミュラーさんって、まあ皆さんご存知ですかね。僕はちょっと大変申し訳ないんですけれども、知らないです。カーディストっていうことは、まあ、フラリッシャーとかって呼ばれた人なのかな。まあカードをなんか綺麗に扱う人。まあ、その中で、まあおそらくすげえ有名な方なんでしょうね。ザック・ミュラーさんがデザインした。薄いっていうのは非常に楽しみですね。あ、これなんか見たことあるな、これ。誰か使っててね。これシールないですね、見たところ。いいですね。じゃあ、開けていきましょう。開けやすいですね。うん、なんかね、触った感じでね、薄さがわかるんですよ。それでは、オープン。わっ！スマイルちゃんがね、隠れスマイルちゃん。隠れてねえか、別にね。ここ、細かいところまでしゃれてますね。匂い行きましょう。あ、いい匂い。髪のいい匂いですね。はい、オープン。はい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 。は？これが広告カードなのか、サンキューカードってことですね。おそらく、味見してくれっていうことだと思うんですけれども、これが、広告カードではないのかな？ちょっとわからないんですけれども。なんか2枚入ってました。では、ジョーカーから見ていきましょうか。一見ね、同じに見えたんですけれども、ちょっと違いますね。違うタイプのジョーカーでございます。スマイルちゃんがね、描かれているんですけれども、スマイルってあの、スマイルですよね。では、カード見ていきましょう。スペードのエースです。ちっちゃいね、これ。ちっちゃい、ちょっと見えるかな？これ、どうすか？これちっちゃくないすか？あ、ダイヤもなんか洒落てますね。バラがついてます。あー、ちっちゃいね。うん、繊細な。あ！スマイルちゃん！スマイルちゃん！あ！スマイルちゃん！スマイルちゃん！あ、ここにもスマイルちゃん！クローバーは、まあ、ちょっとね、顔が怖い感じなんですけど、全然スマイルとは程遠い、怖い表情してますね。これね、左右で絵が違ってね。うん。非常に洒落たデザインですね。もしかしたら使え、マジックによってはね、使いにくい、買ったりするかもしれないですね。左右で違うと。なんかめっちゃ洒落てるね。なんか掴んで、いやらしいな、いやらしい。あ、隠れスマイルちゃん。はい。おー、これ全然、ね。あ、そういうことなんだね。別に全部がスマイルってわけじゃないですね。はい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 。おしゃれですね。おう。これヘビね。皆さんこのスペードのキングのデザイン見てください。これ目がね、一個しかないですよね。闇を感じるデックですね。これは闇だ。闇。それではスプリング行っていきましょう。あ、柔らけえ。ああ、いいっすね。あ、柔らけえわ。ああ、薄いっすね。薄いし。おそらくバイシクルのエリートエディションみたいな感じなのかな。ちょっと細かくわかんないけど、薄くて非常に扱いやすいですね。リフルシャッフルも。あ、技法とかやりやすいんじゃないですかね。黄色ですね。ああ、黄色おしゃれだと思いますよ。可愛らしい。あ、緑とこう映えますね。非常に素晴らしい、色合いだと思います。裏の模様がこのような感じですね。F って書いてあるのかな。まあよくわかりませんけど、まあ洒落たデザインですね。今どきっていう感じですね。これ表向きに広げた時にね、こう気づいたんですけれども、ところどころね、あえて、なんか絵を、なんか手書き風にしてあって、細さと太さが違ったり、あえてね、なんか曲がった状態だったりね。
あえて文字の大きさがそれぞれ違ったりと、まあ、細かいところデザインされているデックですね。遊び心がめちゃくちゃ満載なんですけれども、おそらくマジックにはそんな支障が出ないような感じになってる、まあ、いい具合にね、調整されているものなんじゃないかなと思います。これはいいっすね。先ほども簡単に説明しましたが、スペードのジャックだけなんか不自然じゃないですけれども、みんなスペードは固めなんですね。怖いですね。そしてハートはみんなね、悪い顔してますね。キングも頭、自分の頭にね、ぐさっと刺しちゃってる。これ全部そうか。もうクイーンなんかね、なんやお前、みたいなね、顔しております。非常にね、闇を感じますね。そしてダイヤはね、これは怖すぎます。そしてクラブは、他のもそうだったんですけど、片方ずつね、顔のデザインがちょっと違ったりしてましたね。こっちは鼻血ブヒャーとなっております。そしてエースもですね、ヘビーバラ、玉もみもみ、おしゃれな普通っていう感じで、非常にね、かなりデザインね、僕いいなぁと思います。そして伝わるかどうかわかりませんけれども、細かいね、数字の大きさが、それぞれね、若干違っていたりします。やりにくそうな技法はもう全然ないっすね。パスとかもやっぱ、柔らかいとやりやすいんじゃないかな。エリートエディション非常にやりやすかったんで、まあ、多分かなりやりやすいんじゃないかなと思います。カウントも全然やりやすいですね。ちょっと黄色で目が痛い可能性ももしかしたらあるのかもしれません。その演じる場によってはね。パームもめちゃめちゃやりやすいですね。いい感じでございます。エリートエディションレビューした時もそうなんですけれども、薄くて柔らかいカードを使うときは、カードのコードテクニックを使うときは非常にやりやすいなって感じるんですけれども、持ちがね、どうなんだろうっていう、まあ、心配はありますね。それではフェラ行きましょうか。お、あー、やっぱ入りやすいですね。柔らかい分、薄い分かな。入りやすい感じします。表向きでも行ってみましょう。こっち向きがどうなんだ。あー、こっちも入りやすいな。あー、どっちもね、非常に入りやすいですね。どっちかって言われるとちょっとわからないな。でもさっきの表向き向こうにした方が入りやすかったような感じがするけど、どっちも全然めちゃくちゃ簡単に入るなっていう印象です。これは非常に使いやすいですね。ちょっと柔らかすぎてね、ワンハンドちょっと入れづらいような気もしますけど、まあ、おそらく僕は慣れてないっていうだけで、全然使いやすいし、まあ使えないっていうかできないっていうわけじゃないですね。うん、非常に使いやすいです。あのね、正直言ってね、これ普段使いにしたいぐらいいいなっていう感じですね。これね、滑りに関してもね、ちょうど程よい滑りじゃないですか。最初ね、滑りすぎて嫌だっていう人もいると思うんですけど、これね、なんか最初からちょうどいい感じになってんじゃないかなっていう印象を受けます。白縁がバイシクルと比べると若干だけね、狭くなっております。はっきり言ってね、これね、もしバイシクルと同じぐらいの値段だったら僕こっちに乗り換えるかもなっていうぐらいなんですけれども、今後ね、絶対これに乗り換えない理由はね、もう値段、3000円から3500円っていうのはちょっと異常ですよね。なんでそんな高いの？トランプ。ああ、まあそれだけでね、ちょっときついんですけれども、まあ値段に見合いもしないと思うんですよ。値段に見合いもしないと思うんで、マジックだったね。まあ、フラリシアの方でなんかこうデザインでなんじゃ、ちょっとその辺は僕わからないんですけれども、まあそういう方とかコレクターの方にはね、値段に見合うのかもしれないですけども、ちょっと3500円はね、ちょっとコストパフォーマンス、もうマジックに関してはね、悪すぎるんで、ちょっとね、今後使うってことはないと思うんですけれども、非常に使いやすかったですね。薄さといい、まあ技法の使いやすさ。手のね、馴染む感じがね、非常に良かったと思います。フォンテーン、チャイナタウンですね。シリーズがあるのかちょっとわからないですけれども、スマイルデックですね。で、デザインがね、程よく洒落てて、やりすぎてない感じがまたね、あ、いいなっていう印象を受けました。ザック・ミュラー氏がデザインした大人気のトランプでした。で、これ、3000円から3500円で価格が釣り上がったのか、もともとそうなのか、ちょっとごめんなさい。僕わかりかねますけれども、多分ね、普通に買ったとしても結構いい値段すると思いますよ。こんな感じでケースもね、洒落ております。女子受けいいかもしれないですね。わかんないけど。というわけで、フォンテーンのレビューでした。フォンテーンじゃなくてフォンテインなんですかね。ちょっとわかんないですけど。そして、お待たせしました。最後に紹介する商品がこちら。じゃーん！オービット V4。こちらも大人気シリーズの4番目となる最新版。フォンテンと同様で柔らかく薄いのが特徴です。参考価格1500円。っていうことはですね、最近はこう薄くなるのが主流になりつつあるのかもしれないですね。ちょっとわかりかねますけれども、開けていきましょう。開けやすいですね、最近の。これは今回の場合は、なんか今まで通りね、よくあるシールがついてます。よいしょ、開けていきましょう。あ、薄いわ。うん。
もうこう薄いって分かりますね、これだけで。はい、じゃあ匂いからいきましょう。あー、これもいい匂いっすね。あ、素晴らしいっす。あ、ジョーカーこうどこ行ったん？これアポロかな、月面着陸してんすかね、ちょっと分からないんですけれど。あ、火星で自転車乗ってるっていうことか。スペードのエースの中にスターウォーズのね、ちょっと名前は知らないですけど入っておりますね。で、デックはこんな感じです。あ、さっきと違って文字がはっきりしていていいですね。僕こんくらいはっきりしてる方が好きかもしんないですね。はい。あ、ちょっと顔長くねえか、クイーンさん。ちょっと顔長めだね。あ、そんなこともないか、失礼しました。キングさんね、まあ普通ですね、このあたりは普通。ちょっとあれですね、マークが強く強調されています。うわ、なんでジャックこんなイケメンなんすか。これめっちゃくちゃイケメンっすね。ジャックが非常にイケメンに描かれてます。クイーンもなんだこれ、リリシーな、めちゃめちゃリリシーです。はい、まあこんな感じでね。キングはなんか普通なのかな、クイーン、ジャック、これも普通だな。はい、こんな感じでございます。うわ、ちょっと洒落てますね、ところどころ。デザインね、洒落てるなっていう感じがあります。顔の表情でね、遊んでますね。あ、ダブルバックカード1枚ついていいですね。これ何、スペードの8、え、何これ、え、何、そういう予備で、予備かな、あ、レプリケートとしてつけてくれてんすかね、ちょっとわかんないですけど、多分こんな感じで。あ、高校カードなかったけど、あー、そういうことか、これは味見妖怪、そういうことね。はい、わかりましたよ。というわけでですね、じゃあスプリングいきましょう。あ、さっきよりちょっと硬いけど確かに柔らかめですね。あー、いいですね、触り心地がいいな。あ、裏目見てなかったね。裏目こう、あれですね、宇宙をモチーフにしてますね。だから宇宙さん好きな人はね、いいんじゃないでしょうか。僕はね、裏目あんまり僕の好みではないです。さっきの方が好みですね。でもまあ、それ辺はね、各自の好みありますからね。広げた感じがこうですね。広げた感じどうなんでしょう？おしゃれですね。はい、いいと思います。もうちょっとね、僕宇宙のデザインがちょっとなんか嫌だなっていうのはあるんですけれども、非常に使いやすいですね。さっきのカードよりも腰があるっていうか、一枚一枚が若干さっきより分厚いと思うんで、こっちの方がね、使いやすいような気もします。バイシクルとさっきのやつの、まあ、中間みたいな感じで、これめちゃめちゃいいですね。パスとかも使いやすそうですね。ちょうどいい硬さなんじゃないかなと思います。さすがやっぱりね、どっちも人気があるデックなんで、めちゃめちゃ使いやすいし、滑りもね、滑りすぎるみたいなことはないですね。最初から使いやすい状態になっております。さっきの触ってると若干硬いような感じ受けるんですけど、まあ基本的にはバイシクルよりも若干柔らかいのかなっていう感じで、めちゃめちゃいいっすね。使いやすいな。はい、いい感じです。デザインがあんま好みじゃないなと思ったんですけど、こうよく見てください。ちっちゃいおっさんが二人いるんですよ。だからマジックやった時に、種わかりましたとか言って、実はね、ちっちゃいおっさん見えます、ちっちゃいおっさんにね、聞いてたんですとかってね。まあ、適当な、こういう会話もね、できるかもしれないですね。周りの白縁が結構あるように見えて、さっきのフォンテインよりも若干狭くなってますね。それではフェラーですね。行きましょう。うわ、やりやすっ、すげえ、すげえ一瞬で入ったな。めちゃめちゃやりやすいな。反対向きも。あ、こっち若干入りにくいけど、完璧に入ってますね。非常にやりやすいです。どっちも入りますね。どっちのデックもね、人気な理由が分かりましたね。めちゃくちゃ使いやすいです。見た目黒くてなんか硬そうなイメージあったんですけれども、全然そんなことなくて、ちょうどいい柔らかさで、非常にね、すぐ手に馴染む感じがします。どっちもね、値段の都合上普段使いにするデックにはなり得ないんですけれども、全然バイシクルの代わりにね、同じ値段だったらこっち使ってもいいと、全然これも思います。で、この2つのデック、おそらくですね、アメリカ製なんですね。USA って書いてあるんで、やっぱりね、アメリカ製が一番だなっていうのは僕個人的にはね、思っちゃいます。さっきと同じで、やりづらい技法とかは全くないと思います。さっきよりも遊び心が少ない分ね、非常にマジックとして使い勝手がいいかもしれません。皆様、このジョーカーを見てください。23という数字があります。次期都市伝説系 YouTuber になろうとしている私にはですね、非常に不可解な数字となっております。そして、この丸の下のあたりに人がいます。そして、このジョーカーの王のところに、ここにもまた人がいます。非常に気になるところですね。
細かいところまでデザインがね素晴らしいと思います。ただ僕はねお星様とかねあんまり好きじゃないんでね非常に申し訳ないです。今回紹介したねこの2つはめちゃめちゃいいや、非常に使いやすい。ワンハンドもね非常にやりやすいですね。もう最高の2つだと思います。ただですよ、やっぱりデックでね一デック、まあ、600円、700円以上はもう僕の中でも基本的には論外とさせていただきます。やっぱりね、フラリッシャーの方はまあフラリッシャーやるからいいと思うんですけど、マジックとして使う場合は、やっぱどうしても幅がね、値段が高い分ね、幅が狭まると思うんで、うん、やっぱり安いデックの方がいいかなと思います。3500円したデックにサインさせないよね、普通ね。させたくないよね。はい、というわけで皆様いかがだったでしょうか。松田様、これだけのデックね、送ってくださり、改めましてありがとうございます。で、何かね、順位をつけたりするようなことはしないんですけれども、僕は、これが、一番今日やったね、これがめちゃめちゃ気に入りましたし、めちゃめちゃ良かったなっていう印象です。ただ誤解しないでいただきたいのは、いくらねこれがいいとは言ってもバイシクルゴールドスタンダードの方がまあコストパフォーマンスを総合的に見て今の中では一番僕の中で気に入っているデックはバイシクルゴールドスタンダードであることを誤解しないでいただければと思います。いろんなトランプありますね。でこれはでも完全にデザインとかまあ若干のねカードの硬さの好みでまあ全て変わってくると思うんですけれども、昔ほどね最近はなんか使い物にならないデックっていうのはないと思いますんで、基本的にマジック用で作られているものはどれ買っても正解なんじゃないかなと思います。ただちょっと前に出してね何度も名前出して、まあ、申し訳ないですけどアイデアルデックに関してはまあやめた方がいいと思います。というわけでですね、長くにわたって紹介しました。皆様ね最後までご視聴いただきありがとうございました。最後のトランプの味というわけでですね、皆さんセンキューのフォンテインを食べていきます。あー、いい香り。うん、買ってしつこい辛さがありますね。しつこい。あ、一般的には、紙の味だ。うん。いつもと一緒ない。あ、でも味薄いっすね。あ、そんなまずさがない。あ、甘いな。あ、まずい、まずい。あ、苦い。甘みと苦味がミックスされた、まずい味がします。はい。うん。そんな感じで。そして続きまして、こちら、オービットですね。これ、スペラーチ食っていいのかわかんないけど。食っちゃおう。うん、さっきより歯応えある。味あんましないですね。あ、いけるわ。あ、オービットね、今回紹介した中でも一番なんか味薄くて食べやすいっていうか若干美味しいや、うん、という感じで、皆さんね最後までお付き合いいただきありがとうございました。以上ポコーチン TV でした。